私が来られた時に。あ、はい、すみません。あ、そっか、いつも写真撮りたいからだ。コンタクト？真ん中ちょっと上げてもらった方がいいかもしれない。ちっちゃい。はい。少しでいいかな。感じがあります。上がった？もうちょい。ツイキャスの方にメッセージ来てます、はい、沖縄在住ナナシちゃんから、はい、こんばんは、ポケモン GO やってますか、ね、一人土なりはやってないです。ちなみにサックスの上場もやってないです。はい、はい、ただそんな、うん、あの純也くんはその日にもやってましたよ。あ、本当？はい、配信されたその日に。あ、そう。この前あのワンマンライブがあったんですよ、一人土なり、はい、バンドでね、はい、その模様などは、はい、ジングルが流れた後ゆっくり喋っていきたいと思います。一人土なりのロックオンミュージック。次は、土とこの歌をジュニアという曲をやります。でね、歌ってきましたよ、バークラゲで。はい、一人土なりバンド、お疲れ様でした、うん、お疲れ様でした。はい、いや、もう大地さんが一番と、はい、当日ね、かなりお客さんも来て、はい、ね、歓声と規制が飛び交う、ね、異様な雰囲気の、あれやっぱりさ、バークラゲって、はいはい、客席と一体化してるじゃない、はい、ステージっていうよりも、はい、客席の延長にステージがあるから、うん、だからお客さんとの距離感も相まって、うん、なんかお互いがお互いを熱していくみたいな感じあったね、 あの日ね。ありますね。ジョジョも珍しく机の上に乗ったりとかして机の上に乗ってサックスバーって吹いたりとか、めったに見ないジョジョが、そうですね、まあ昔はようやってたんですけど。あ、そうなの。やってたんですけど、もうこの、ね、記念すべき一人しなりワンマンライブっていうところで、ね、ちょっと解禁しようと思って完全に狙ってました。あ、さすがですね。狙ったゴールは決めていったね。でも、はい、いいポイントを決めてました。ただ、うん、あの実はあの、まあ、来ていただいた方は分かるんですけど、テーブル乗って端っこのところで片足こうかけた状態で止まってたんですけど、うん、本当は真ん中まで行きたかったんです。テーブルの真ん中まで、 行ってガーってやりたかったんですけど、うん、その一歩足かけたあの前にいた、うん、あのご婦人方のご婦人目がご婦人って言うほど、ご婦人って言うほどの年齢じゃない、はい、あの子たちは。あ、もう若いからね、まあ、女性ね、可愛い女の子が座ってたもんね、はい、うん、その子たちが目がちょっと気になってしまってそうね、あんまりライブハウス来てるような感じの子じゃない子たちが2人いた、ね、なんだこいつはみたいな、ちょっと目を若干見開いたかなっていう感じがしたので。じゃあ多分あれだから、一人真ん中の子が妊婦さんだったんですよ、はいはいはい、だから当日ね禁煙にしてたんじゃない、うん、会場の。だから多分なんかこっちに倒れてきたら怖いなっていう多分不安があったんだと思う。じゃあ余計真ん中に行ってちょっと離れた方が良かった、ね、あ、良かったかもしれない。離れたら安心、安堵の表情、笑みが見れたかもしれないです。まあまあ楽しんできましたよ、はいはい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。一人土なりのロックオンミュージック。この番組は毎回ゲストを招いて音楽についてお話を伺っちゃおうという音楽情報番組です、はい、今夜のゲストはカメラマンのGケンさんがいらっしゃいますので、はい、今週末から展示会があるってこと でその辺のお話、どういった展示会なのかは来てからゆっくり聞きますのでね、はい、皆さんからの質問やメッセージ待ってます。メールアドレスはこちら797@fmginowan.com までお送りください。懸命に一人つなり宛てと添えてください。はい、
で、FM ギノアのホームページが、はい、あるんですけれどもそちらでユーストリームとかツイキャスの動画も配信してますので、動画も見れます。そちらからのコメントもお待ちしてますよ。はい、はい、で本日の1曲目なんですけれども、はい、ワンマンライブでオープニングアクト出てくれました男性の、はい、これまたライブ音源のアルバムが出ておりまして、はい、2014年にバークラゲで録音した平日の宴というアルバムの中からじゃあ1曲聴いてください、はい、その日のライブも思い出しながら聴けると思います。男性で君と僕なら。はい、じゃあ男性始めます。送りした曲は男性で君と僕なら。音飛びしてない？CM なんかちょっと変な感じですよ、やっぱり音飛びしてる。沖縄普通流してそのまま行こう。どうもどうも、ジングルも入ってる。皆さんこんばんは、沖縄インディーズラボ所長のハイナです。で私は引き続き東京で、半年間の出張の生活をしながら今東京のライブ発信をいろいろ見てますね。今月はですね、イギリスで活躍しているインディーズバンドというかむしろもうガイタレになるんですけれども、日本人で構成されている4人組棒人間のライブを2回見たりとか、あとは先週下北沢シェルターで行われた岩下の新生姜の社長が DJ をやるという謎の企画で、今話題のバブルを彷彿とさせる女性2人組ユニットベッドインと内首獄門同好会のツーマンを見てきました。内首獄門同好会がすごかったですね。彼らの歌っていうのはいろいろ何ですかね、歌詞が面白いっていうのがすごく特徴的で、面白い歌詞をヘビーなロックのメタルとも言えず何て言うんですかね、ヘビーな音に乗せてるっていうのが魅力なんですけれども、その歌詞をですねステージ上にモニターを2つ用意してリアルタイムで常にこう歌詞を見せながらライブを進行するという趣旨でした。最近そういう形でやってるみたいですね。でこれは本当に素晴らしい装置で、
彼らの持ち曲である四国のお遍路を歌った88っていう曲とか、お金が欲しいという気持ちをそのまま反映させたカモン諭吉、うまい棒の味の名前が続く歌だったりとか、あとは大名曲の孫パワーとか、そういった面白歌詞をリアルタイムで映しているので、彼らの魅力である面白い歌詞っていうのがですね、初めて見た人でも分かるような装置になっていたんですね。でこれってやっぱすごく今大事で、何が大事かというと、口コミをすごい満足させるというか、あのバンド面白いから見に行こうよって呼んだ友達が間違いなく歌詞の内容が分かって、かつ盛り上がれるっていうのを、もう彼らの魅力を最大限発揮する装置を彼ら自身で生み出していた演出っていうのが素晴らしかったです。なんかライブハウスの見せ方、ライブハウスでのステージの見せ方っていうのがね、だんだんこう工夫だったりとか、いろんな見せ方っていうのをそれぞれのアイディアで発揮していて、だんだん面白くなっているっていうような顕著の表れだと思いました。内首獄門同好会、沖縄しばらく来てないんですけれども、皆さんももし見る機会があったらぜひチェックしてみてくださいっていうのが最近1ヶ月東京のライブで印象的だった話でした。さてさて、今回のインディーズラボでは、来週末8月の6日7日に開催される G シェルターアウトプットの共同企画ゴールデンサーキット2016のポイントを4つほどざっくり説明したいと思います。まあ、チェックしてる方もしてない方もぜひ見てほしいのが、今回のヘッドライナーがタズヨとクリーピーナッツ。ポイントの一つ目はこのクリーピーナッツですね。R指定と DJ 松永による2人組のヒップホップユニット、今完全にブームとなっているフリースタイルダンジョンの U ですね。 R 指定は、まあそのフリースタイルダンジョンの人気もあって、もはやヒップホップよりもラップの方が、バトルラップの方が人気が上がってるんじゃないかというほどブームの最中なんですが、この度はラブボールとかクラウンとか沖縄のヒップホップ箱ではなく、ライブハウスの G シェルターアウトプットに両日出演というのが面白いんじゃないでしょうか。フリースタイルが盛り上がっていますが、バンドとしてヒップホップユニットがどういうふうな活躍をするのかっていうのは、もうぜひぜひぜひ見ていただきたいところ、これがポイントの一つ目です。さあ続いて2つ目、沖縄ローカル VS 東京ローカルの面白い部分、このコーナーでも何回も紹介しているハラヘルズと東京から来るガールズ2人組のロックンロールなハードコアなすごいパワフルなバンドタッズヨ、この2つが対決するんですね。そしてなんとこの2つが続けて見られる、要は転換を挟んでこの2つの組が実質続けて演奏するっていう瞬間がありますので、ぜひ見てみてください。女性2人がバンドを組んで、しかもドラムとギターの2人組ユニットっていうのの違いだったりとか、あるいは共通性が見られるかもしれませんので、これはぜひ見てください。沖縄ローカルハラヘルズと東京ローカルタツヨの女性2人組バンドが続けて見られるっていう機会はなかなかないと思いますので、チェックしてください。今のがポイント2つ目、続いてポイントの3つ目ですね。今回のゴールデンサーキット2016では若手バンドが2組出ます。若手といっても本当に若くてまだ10代のバンドですね。いろんなとこ、まあ先行ライオットでも活躍したことで知られているシャルマイケンアカネ、そしてハッピージェームスを前身としたバンドパッドナンバー140748、20歳弱のこの若いバンドがどこまで、いろんなね、すいま前も知っている先輩バンドたちに食い込めるか、ここも楽しみですね。私の研究によりますと、多分出演するいろんな女性バンドも含めていろいろ出ますけど、この2組っていうのが一番なんか爽やかなんじゃないですかね。すごい爽やかな風が駆け抜けるこうストレートなバンドスタイルに、この真夏の多分暑いイベントになると思うんですけど、一両の涼しい風となるんじゃないでしょうか。女子バンドよりも爽やかになるような気もします。注目ください。これがポイント3です。さあポイントの4つ目、最後ですね。これはですね、言い方も難しいんですけど、大穴枠です。この沖縄中のローカルのかっこいいバンド、そして東京ローカル、そして関西からはギャーギャーズと出る中で、沖縄からの大穴、名前を聞いて分かる人もいるかもしれません。一組目はヘル型ですね。大穴バンド、まあお騒がせすぎる危険なバンドです。G シェルターで花火をぶっ放したりとか、演奏中に暴れすぎたりとか、首になんか鉄の首輪をつけて、その先についてるラジカセからエグザイルを流しながら演奏するとか、謎のこう全部むき出しになるようなスタイルが非常に面白いです。で、このヘル型なんですが、あの先
今年の4月に行われたオットランドでも出演しておりまして、なぜか東京のパンクスにすごい人気が出るという、ストレートに沖縄で珍しいような音楽のスタイルだと。これは単にパフォーマンスのことを言ってるんじゃなくて、彼ら自身の音楽の純粋な評価もありましたので、改めてヘル型、おかない思いしながら遠目でこそこそ見ると面白いと思います。彼ら音楽に飲まれると本当に自分でさえも踊り出しちゃうような素晴らしい音楽もやっておりますので、ちょっと要注目ポイント。そして2組目の大穴バンドはクニオパンティ。これは何て言うんですかね、歌詞がやばいというか世界観がやばいというか見た目がやばいというか、いろいろ面白いポイントがあるんですが、危険なバンドです。オットランドで唯一クレームが入ったのが、クニオパンティの歌詞を聞いたお母様が、あのお下劣な歌詞は何だっていうクレームが唯一入ったっていう、素晴らしい素晴らしい箔がついているバンド、これが楽しみですね。で、大穴枠のヘル型とクニオパンティに関しては、あのもちろんローカルの沖縄イベントでもかなり出演しているのが見られるんですけど、このゴールデンサーキット2016っていうお祭りイベントの中、しかもタッズよ、そしてギャーギャーズ、またクリーピーナッツが出る中でどう輝くかと、大物が出れば出るほどローカルのやばいバンドっていうのが輝くっていうのは、あのなかなか見ないとわからない経験だと思うんですけれども、これをぜひ注目してみてください。あの分かる方たくさんいらっしゃるかな、どうなんだろう、結構前の話なんですけど、2000年の那覇高校の甲子園で、あの、ね、甲子園が那覇高校が公立の高校なのに甲子園出た時に、キャッチャーが左利きだったりとか、あの代打出場で出た比嘉くんが、あの構えた瞬間すごい前傾姿勢で面白い構えをして、甲子園が爆笑に包まれたっていうね、この弱小高校だと思われてた人たちが大舞台でいかに輝くかっていうのは、普段以上にその弱小高校を普段見るよりも大舞台で見るっていうところに魅力があると思いますので、この2バンドぜひご期待ください。8月の6日7日 G シェルターとアウトプットで、共同開催されますゴールデンサーキット2016、前売り2000円、当日2500円、ぜひ前売りで安い時見てください。あのそれぞれ1日ずつは2000円です、投資券は3000円です。ぜひこれチェックして、このクリーピーナッツの活躍、そして沖縄ローカル VS 東京ローカル、そして若手バンドの爽やかな風、そして大穴バンドが大舞台でいかに輝くか、この辺を押さえていただくとかなり楽しめると思います。もちろん他にも、まあ、なんていうんですかね、言うまでもないぐらいいいバンドたくさん出ますので、一日中楽しめると思います。いや2日間楽しめると思います。あのその時国際通りでは A さんのイベントなどもありますが、メインな A さんのイベントをすり抜けて G シェルターとアウトプットの往復をぜひお楽しみください。はい、それではインディーズラボ、沖縄インディーズラボ、今月はここまでです。1曲聴いていただくのは、あのこういう機会なんでね、富士六球かっこ仮の中から2人富士球のユニットによるバンドをやろうぜです。これを聞いてぜひ皆さんもバンドやりたくなったらなと思います。それではまた来月、さよなら。やってるよ、バンドをやろうぜ、イカれたやつらが集まってさ、バンドをやろうぜ、とんでもねえこと始めんな、バンドをやろうぜ、Oh yeah、 バンドをやろうぜ、さあ始めようぜ、 Oh、 世界の中心は僕だ、何様かって僕様です、いい気になってんだ実際、僕に任せとキャモンタイム、うっせえ僕の自由、僕の理由、それは僕が決める、音楽は個人に問う、そして大衆は世界を変えるかもしれない、イエーイ、そんなバンドをやろうぜ、イカれたやつらが集まったらバンドをやろうぜ、くだらないポップスターとは関係ない場所にバンドをやろうぜ、おいえバンドをやろうぜ、僕らバンドをやろうぜ、何かそうだ、何か始めよう、バンドをやろうぜ。
けした曲は富士ロッキューというバンドから派生したユニットで、2人富士急のバンドをやろうぜでした。沖縄インディーズラボ、ハイナ所長、来月もよろしくお願いします。一人土なりのロックオンミュージック。はい、今夜のゲストはカメラマンの GK さん来ております。イエーイ、マイク近くに喋ってください。すいません、よろしくです。よろしくお願いします。お願いします。どうも、はい、GK さん沖縄に、1993年から来られ、来て、多分それぐらい、いろいろ紆余曲折経てカメラに行き着くということを聞いたんですけれども、はいはいはい、そもそも名古屋時代に、はい、なんかバンドやられてたんですよね。うん、まあインディース、まあハードコアパンク、ハードコアをのボーカルをやってました。うん、昔から音楽はすごい好きで。いや、まあまあ、周りもそういう友達もいっぱいいるから、なんかもう同級生とかそこら辺がいっぱいいたから、やんちゃしながら、まあ青春時代を音楽で。あんまり青春好きじゃないんだけどね。あ、そうなんですね。青春っていう響きが、気がもう怖くて、青春が怖くて青春の仲間に入れてもらえなかったかもしれない。はい、で沖縄に移住して、はい、で、どういった経緯でカメラマンになられたんですか。まあ、沖縄に来て、まあ、お金もなくなり、でちょっとお金なんかバイトしようとしたら、なんか知り合いの人がなんか写真でなんかアシスタ、なんかバイトできるよっていうぐらいのノリで行きましたね。もう全然カメラのことも分かんなくて、もうお金が欲しいだけで。じゃあなんか日銭にちょっと稼ぎたいなということで連れてこられたっていうか、行った場所がカメラマンのアシスタントだったって。そうそうそう、なんですよ。で今あのすいません、ツイキャスの方にメッセージが来ておりまして、沖縄在住ナナシちゃんが、ジーケンさんって神時代の月刊ハンズで名前よく見かけたようなって。ああ、そうです、はい、そうです、そうです。おお、すごい。アルファベットの大文字で G でハイフンでケンですね。はい、そうです、 KEN、はい、ジーケンさん、よくもう本当沖縄県内の雑誌とかにもよく写真、フォトバイジーケンってよく載ってます ね。 そ う、 すね、そうね、昔からはずね、写真ね、昔撮りましたよね。フカズ、フカズバンドね。え、フカズどこで撮りましたっけ。なんか撮ったよ、いろんなライブハウスで。 あ、ライブハウスで撮ってもらってたんですね。うん、僕なんかモンゴル800とか、ブリーチとか、でジーケンさんのホームページ行ったんですよ。うん、今回ゲスト出られるということで、はいはい、でいろんな写真の中カンナが写ってましたね、ブリーチの。ああ、まあ昔のね、うん、昔の、はい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 、写ってる写ってる。アーティストの枠でカンナがボンって出てきて、そうそうそう、そうそうそう、ライブ写真もよく撮られてたんですよね昔ね。もうライブは1年にもう200、300ぐらい行くぐらいの勢いかな。もう掛け持ちだから1日何件も行ったりするぐらい。そうですよね、その日週末もう雑誌俺しかいなかったから、写真やるのがもうしょうがなく行ってたんだけど、行ったらハマっちゃってみたいなの時代ですね。あの時もね、すごいお客さんもいっぱいいてね。そう、モンパチフェスの時もジーケンさんいらして撮ってましたよね、何年か前の。そうね、初めの時とかはね、ですよね、撮ってたね。でそんなジーケンさんがまた写真展をやるということで、はい、あ、そうなんですよ、はい、まあ、あのコラボ展、はい、ケルアックっていう場所で那覇の、あの僕とケルアックとトリガーブックスで、ケルアックは、洋服を売ってるような。そうです、そうです、ね、那覇のお店ですよね。そうです、洋服を売ってるお店で、でトリガーブックスさんがそこで、ユーズドのブック売ってますね。僕もよく買いますよ、ね、向こうで。いいね、写真集とか、はい、いろんな本とか、そことちょっと一緒にコラボ展を。3つのコラボってことですね。だから G 店さんとトリガーブックス、はい、中古の本と、はい、ちょっとすみません、うまく言えなくてこれ、で今回で、ね、なんで写真展をやるかっていうと、写真集が、はい、あ、そうなんですよ、出るんですよね。はい、はい、ラズ・エン・メヒコ、ラズ、これはどういった意味ですか。ラズデメヒコだ、自分のタイトル間違えちゃったどういったこのタイトルは日本語訳にすると、これ光のメキシコっていう、光のメキシコ、はい、で先ほど話を伺うと、今までこうメキシコに行ってきた中で撮りためてた写真をセレクトして
今までちょっと撮ってきた。だからアーティストで言うとベストですね。ベスト版ですよね。ね、メキシコのベスト版、GKさんの中の。そうですね。で、僕はあのその前に出した写真集も持ってるんですよ。沖縄をテーマにした写真集。はいはいはい、2007年から1997年でしたっけね。はい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 。あ、これですね。かわいく。これ。はいはいはい。沖縄アイランドライフ。はい。これ持ってて、で、このサイズ、このサイズってラジオ、うん、B5 ぐらいのサイズなんですけど、今回 A4、はい、ですね。すごいドカッと大きくなって、そう、ちょっと大きくなったね、うん、だいぶ大きくなりましたねしかも想定もすごいしっかりしてて、うん、はい、で中も枠がなくて、なんていうんですかこういうの、写真が軽く開いても大丈夫、トリミングされてなくて、うん、全面写真みたいなのがもうどっかどっかと、100ページですよね今回だったかねだよねだよね結構見応えはあると思います、はい、そう、はい、この写真集販売ということで今回写真展をやるということで、はい、もうこれもともにあの、うん、一緒にやってくれた渋沢さんっていう、うん、はい、はい、トリガーブックスで今回はあれなんですね、発行人が渋沢さんが、渋沢さんと一緒にやりました。でもいろんな、ね、知り合いとかが、これもね両方作った、はい、一緒にやったんですけど、うんうん、もう前作も渋沢さんと作って、そうなんですよ、で今作もで一緒にちょっと頑張ってやりました、はい、でも周りも協力いろいろしてくれたりして、うん、頑張ってやりました、うん、はい、頑張ってやりこれが頑張った結晶ですじゃあジーケンさん、あの1回、はいはい、1回じゃない1曲ちょっとジーケンさんに今回曲を持ってきてもらっているんですけれども、はいはい、今からちょっと曲流すんですけれども、こちら今回これなんであれなんですか、これこの方なんですか、あフィッシュ、はい、これ曲が違います、うん、合ってる、うん、合ってるいやもうなんか好き、うん、フィッシュ、うん、これは今回のメキシコ展と関係があるとかいうんじゃなくて、全く関係ないけど、まあ、すいませんけど、ロックオンミュージックというこの音楽に、そうそう、事件さんの中の大切な音楽として今回持ってきてくれたという、そうです、もう大好きな、よく聴いてるの中で、はいはいはい、じゃあ曲紹介お願いしていいですか、これ合ってるかな、うん、フィッシュフィーだったかな合ってるかな、フィッシュでフィーです、お願いしますちょっとこれ曲名、これ俺これ違います、 FE だったっけ、いやタイトル見てないもん、うん、多分だったですよ、 FEE です、はい、これってフリーでフリーではないですね、フィーフィー、 L 入って、 R 入ってないでしょ、フィーで、フィー合ってるよね、今フィーって言いましたよね、はい、今一瞬読めんかったから焦ったなんて読むんだったっけ、次のも読む準備しておいて、フィーって言ってるから、そうそうそう、だから次の曲も読む準備しておいて、次の読める、どの曲、何語ですか、あメキシコの詩でしたか、マルチャオ、何曲目いかんか、何曲目、これ調べたやつ全部忘れてきた、グランデスティーノでいいじゃん、あグランデスティーノだ、ちょっとかかんだしっかり者は、うん、クランそうです、割とストレート読みだからここはここのティーノ、クランデスティーノ、グランデスティーノ、そうだ、GKさん今これそうマイク入ってるんですよ、そうだ、ジャスラックが入ってる可能性がある音源なんで、今このスタジオのこれが今ツイキャスとかでは声が流れてます、ラジオ上は曲かかってるんですけど、ネットインターネット上は今これ入ってます、入ってんだ、いいですよ、自分で喋ってください、顔が出なければ、ね、マネジメント的に、これも好きなメキシコのアーティストってことですね。いやこれ次かけるの違う。あ違う。これフランスじゃん。あフランスなんだ。フランスとどこだっけ。勝手にメキシコ。スペイン語だっけ。スペイン語で。ねね、だからどこだっけマヌちゃんは。マヌレグラ。マヌレグラ。フランス出身の。フランスじゃない多分。移民の。そうそうそう移民。これ聞こえてんの。うん、今ツイキャス上は見てる方で、あマジか。はい。はい。こちら曲流れます。あとは必ず言いたいのが、必ず言いたいのがさっき言ってたポストカードがもらえるのと、あとステッカー。
の方ちょっと喋りましょうか。一応写真集が会場限定販売っていうのに書いてるので、わかりました、会場で購入できますよ。あと日付と時間も言いましょうか。どうする、ここなんだ、いいです、もう紹介が好きなんです。焦った31日の話もしていいですよね。お願いします。21と31日、あ、31日と最終日、3分経ったんで、あ、じゃあ紹介、はい、徐々に紹介して、やんまり BG でもできる、あ、お届けしている曲はフィッシュでフィー。はい、 JK さんの好きなアーティストの曲を持ってきていただきましたけれども、はいはいはい、あの今回の写真集、私も先ほどもうフラゲにも程があるんですけど直接 JK さんからさっき買いまして、で見ましたけれども、ありがとうございます。もうすごくやっぱり光のメキシコっていうだけあって色合いも綺麗だし、うん、あとこのさっき言ってた渋沢さん、このトリガーブックスの渋沢さんが言ってたんですけど、うん、とにかく G ケンさんはこの街中とかでバシバシっと撮るのがすごくいい表情とかを撮る、だから偶然出会ったものをバッと収める写真がすごい好きみたいで、それがすごいいっぱい収められてるなって感じが僕したんですよ。もうまあストリートでね、うん、あったのを、しかもなんかさっき話聞いたらメキシコ結構治安の悪いとこもガンガン行ってバチバチっと取って逃げるように、まあ治安悪いっていう、悪いっていうか、そうそうそう、まあ普通に悪いから、うん、普通に悪い、結果悪いって話ですね、なんかいっぱい、うん、悪い、なんていうの、あまり外国人が立ち寄らない観光スポットじゃないとこもグイッと入ってって、あ、そうそう、そのってことですよね、うんうん、あの神様とか、うん、いろんな好きなのが、うんうん、そういうところに多いっていうのはあるんですよ。あ、神様が顔になってるやつとか、はいはい、神様が顔になってるじゃない、骸骨が顔になってる神様とかなんか面白い写真がいっぱい撮れるスポットがやっぱそういう、あんまり人が行かない、下町のね、悪いっていうよりも下町、うん、もう普通に悪いから、うん、なんかだからその地域性がよく出てるみたいなところですよね、普通に場所の匂いがする、なんかスリとかが商売の人たちがいっぱいいるからみたいな。ちなみにその時には大丈夫だったんですか、うん、そういうことは。いや、ま、あの、まあ、やられましたよ、お金一回全部取られたり。それはもう何年か前に慣れてない時ってことですか、うん、いや、慣れて調子乗って数回行って、うん、俺全然いいじゃんとか言って思って言ったら、ババカーンやられました、うん、ちょっと油断した頃に。そうそうそう、はい、それが一番危ないですね、初めの時ガンガンもう警戒するからと思ってたけど、あ、全然余裕だなと思った時に、うん、全部やられた、うん、なるほどで、写真こう撮りに行く時って、はい、やっぱりあれですか、その瞬間瞬間でひらめいたもんボンボン撮っていく感じなんですか。いや、もう撮っていいなと思ったらもう、うん、まあ、あっちからこっち乗ってる おじさんが、はい、なんかいたらもうバシャーって撮るって感じですよね。あまりも決めずにというか、もうなんか撮っていいなと思ったらもうボンボン撮って、もうこうやって見て、えーいって言って、うん、撮れるんだったらもう、うん、撮っていいですかとか言わずに、もうそのままバシャンバシャン、へー、撮って怒られるとかお前いつまで撮ってんだみたいないつまでなんで撮るんじゃいみたいなおっさんとか、うん、でそのいいおじさんとかも、うん、今さ、これ乗ってるおじさんなんですけど、なんかテキーラ片手に、人生はテキーラじゃいみたいなおじさんとかもういたらもうバシャーって撮ります。なんかすごいいろんなシチュエーションがこの一冊の写真集の中に入ってて、すごい見応えもあるし、でなんか映画のワンシーンみたいな写真があったんですよね、中に、はい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 、あのプロレスラーが写ってる写真、あ、ルチャの、あれすごい、だからもう熱狂的なんですよね、うん、もう国技に近いし、うん、もう子供たちがもうすごい、もう僕もなっちゃうんですけど、うん、うわーみたいな、うん、まあライブとかでもね、もう熱狂すると一緒で、うん、それが全員だから一人も冷めたやつがいないっていうか、うん、もうルチャのそれがなんかもう神様扱いみたいになってるんで、うん、で全てが熱狂してるからもう撮るだけです、うん、ああ、もうシャッター押すだけ、そうそう、そしたらもう普通にあの写真が撮れるぞ。いやいや、やっぱそこはプロですからね、うん、そこを捉えきれるっていうのが、
なんか熱量もすごい高いし、でなんかなんていうの、ここそこで生活してる人たちのなんか落ち着いたような写真もちゃんとあるし、うん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 、なんか面白いシチュエーションの写真もそういうことあるし、なんだこれみたいな、まあそうね、まあ泊まるとこもそういうちょっと、うん、あんまり日本人がいなさそうなところとかに、まあ、泊まりながら、うん、そこの人たちと、まあ、しゃべりながら、うん、なんか普通の生活もパシッと撮ったりしてますね、うんうん、今回でもこの何年間かかけて大量に撮った写真の中から選ぶのって相当な、もう、まあ、うんね、作業量ですよね。大変ですね、うん、これみんなやってね、やっぱこれも載せたいこれも載せたいの中から、そう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 、またこの渋沢さんと喧嘩しながら、うん、もう二人でなんか無口になっちゃったりするぐらい写真の選びでねでも真剣になるとね、レコーディングとかもそうですもんね、そう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 、うん、仲間とかね、バンドとかね、うん、はい、まあ、それですよね、結果いいのができればね、うんうん、まあ、それがないといいのができないのかなって今になったら思いました、うん、写真集ってあとテンポ感もないですか、なんかこのあるあるある順番がちょっと変わるだけで印象変わったり、そうそう曲順と一緒ですよ、そう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 、流れとかね、それがまた大変で、まあ、大変で何回ももうね、うん、やり直したり、楽しかったですね、うん、今思うとその熱がいっぱい詰まった写真集が今週の、はい、7月30日から8月21日まで、はい、那覇のケルアックというお店で、はい、ですね、住所的にはですね、沖縄県那覇市牧市152パラダイス通りにあるお店ですね、おしゃれなお店です、はい、ケルアックで行いますの で、 でそれも限定で、はい、その時はこの期間中は写真展、あの写真集そこで売ってるんで、うん、そこでしか買えないってことですもんね、はい、7月30日から8月21日ですね、はい、今週の日曜日からやってますので、はい、で日曜日に、あ、ごめんなさい、土曜日からですね、7月30日土曜日からやっておりまして、でなんか日曜日もパーティーみたいなのがあるんですよね、うん、あ、まあ軽くパーティーってほどじゃないですけど、日曜日7時から、うん、今週の日曜日とあと最終日8月21日の日曜日に屋上で、はい、ケータリングサービスというか、まあ、ちょっとみんなで、うん、ボラチョスメキシコ料理食べながらおしゃべりタコスとビールを出して、うん、まあユンタク、うんうん、これから始まりますよと一番最終日はお疲れさんでした、この写真はこんなんかなとか、なんかまあまあ、うんうん、楽しんでちょっとビール、うん、軽く飲もうかなって感じですね、うん、でまた写真展はこの写真集に入ってない写真もなんかいっぱい飾るっていう、あ、そうそうそう、うん、いろいろそれは嬉しいですよね、だから写真展でしか見れない写真がそこで見れるっていうのは、うん、そうそうそう、そういうのもちょっといろいろ、あ、そう、ごめんなさい、そう、うん、しかもこれ入場無料ですかね、皆さん、お、はい、本当ですか、写真展、うん、入場無料、12時からお昼の12時から夜の9時まで、うん、はい、はい、オープンしてますので、これ定休日とかないんですかね、お店定休日あるのかな、まあ、そこら辺は、まあ、おいおいGケンさんのフェイスブックとかありますのでね、はい、皆さん探してください、はいはい、で一人土なり の、 あのブログとかにも載せますので、はい、7月30日8月21日那覇市のケルアックで写真展と、うん、あとそこでしか買えない写真集の販売をやってるってことで、はい、でメキシコの雑貨とかもいろいろちょっと販売する、あ、そうなんですね、メキシコの雑貨とか、うん、もうケラックが僕の写真で T シャツ、うん、オリジナル T シャツを作ってくれた、おー、すごい、お店とコラボ、いろいろで、ケラックはあれなんですよね、うん、今回このメキシコ展、メキシコの写真集ってことで旅に着ていくようなコーディネートの洋服をこう展示してあったりとか、そういうコラボもあるんですよね、はい、洋服の展示、うん、でトリガーブックスがまたこの旅にまつわる本を350冊、はい、用意して、しかもそれも販売もしているってことなので、写真集もすごいいいのありますよ、あ、トリガーブックスでまた別の、うん、僕が買うかもしれないけど、うん、あ、僕もでもさっきちょっと見せてもらったらこれ買いたいなってのがあったんですよね、いつもなんかみんな最初に行く僕お客っすよ一番の、うん、めっちゃいいのいっぱいあるのありますよね、本当こっちになくて、はい、すごいいい、うん、しかも状態いいんですよね、トリガーブックスの本って中古なのに、安い安い安いっていうとこあるかな、安いのもある、うんうん、でも結構いいのもいっぱいあるから、うん、高いのもあるけど、でも、もう本物なんかいいのがいっぱいある、で今回そうだ、ごめんなさい、 G ケンさんの写真集2800円プラス税じゃないですか、はあ、はあって、はい、知らなかったんですか、いやいや、あれ知ってる、そう、これこのサイズでこんだけのカラーで、はい、これはかなりの安めな設定ですよね、
写真集って高いんですよ、やっぱりちゃんとした写真集って、うん、ちゃんと ねだから、あ、飾ってる写真も販売、写真展のするかも、うん、あ、もうするはい、するはいなんか、はい、ジケさんあれですね、もう天才ですから周りがみんなやってくれるんですよね自然と動いてくれるもうだんだんおじ、いやいやおじいちゃんに見えてきましたねいやいやそうですね、まあいろいろ楽しめるってことで、もういっぱいとにかく写真好きな方も、うん、アート好きな方、音楽好きな方も、はい、いろんな人に見てもらいたいので、ね、はい、で写真集もぜひ、やっぱりこういうなんか今ネットでいろんなの見れたりとかするけれども、やっぱ今回のこの写真集はやっぱ物として家にこうドンって置いて、なんかお酒飲みながら見たりとか、なんか元気ない時に見るとなんか、はい、もう飾ってもいいし、うんうん、体があったかくなるような写真集だなとちょっと思いましたので、はい、熱量の高い、はい、ということで、まあ、気になる方はぜひ7月30日から8月21日まで写真展来てくださいよ、はい、お願いしますよろしくお願いします。ジケさん、何かあの最後にリスナーの方々にメッセージありますか。あとこれ、 あとごめんなさい、もう一点、東京の写真展も決まってるんですよね。 あそう、この今回沖縄で8月21日までやって、 その後に、 8月21日からそのまま東京に飛ぶと、8月27日から、はい、何日までだったか2週間ぐらい、うん、田中本屋さん、はい、東京のどこにあるんですかね。東京のあ、これはジケさんどこかじゃ探せないですよ。田中本屋根津っていうところ、根津での本屋さんで2週間ぐらい、はい、あ、いいじゃないですか。詳細はまたね、ジケさんの詳細はまた、うん、アップします、はい、フェイスブックとかに、はい、これ自分でやらないパターンの顔だな、これ やりますよ周りの人やりますよ、助けてあげるタイプの人がめっちゃ出てます、ね、まあまあ、そう、みんなに助けられてちょっと生きてますんでありがとうね、みんなグラシアス、はい、ですね。東京もあるということで、じゃあリスナーの皆さんにちょっとメッセージというか、はい、熱い思いを最後にお願いします。もうちょっと僕、まあ、この時ね、これハンズやってた時もちょこちょこ行ってた、うん、メキシコもから今まで撮り、あ、もう相当長いですね、うん、まあちょこちょこ行ってたんで、うん、もうそれを集めたやつなんで結構熱い、うん、写真集になってると思うんで、うん、ちょっと見てください、よろしくお願いします。スーパーベスト、スーパーベストセレクションのメキシコ写真集、はい、はい、じゃあ皆さんぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。ま、これあのユーストリームツイキャスでご覧の皆さんも、また YouTube にもこれ後々転載されますのでね、はい、はい、ゆっくりゆっくり楽しんでいってください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ最後に1曲、じゃあ、はい、曲紹介お願いしていいですか。はい、はい、マルチャオでグランディスティーノ。今夜のゲストはジーケンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、ありがとう。すいません、汗かいてな、全然まとめてない、まとめてない全然まとまってないわ。天才ですからいいんですよ、ね、全部販売してるって言わんと、はい、展示というよりも、あの一応 A4 さん、聞こえる、いいですよ、小物雑貨とかも服もそうだし、全部販売してるので、すごい、あ、じゃあこれまた、そうね、販売だ、イベント情報終わった後にさ、またいいんでしょう。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。いや、汗かいた、この言葉を見るのが一瞬。すいません、ちょっと放送事故を起こしてないか心配でしたけど。すいません、ありがとうございます。いい人柄が出てたまる。暑いよ、はい、ありがとうございました。すいません、いえいえ、ます大丈夫、めっちゃ前ですね。
10秒前です。お届けした曲はマヌチャオでクランディスティーノ。今日のお昼に発表でしたね。マジですか。うん、今日の。準備前です。はい。はい、PM エージェンシーのイベント情報です、はい、実は今日の正午に素晴らしいイベントが告知解禁になったんですよ。お12月17日の土曜日、12月18日の日曜日、うん、沖縄ショ、はい、沖縄コンベンション劇場でユニコーンがツアーで、相当久しぶりですよ、ユニコーンさん、ね、え来ますよ、新しいアルバム引っ提げて、うん、しかも12月すごくて、12月17、18でユニコーンでしょ、はい、12月25、26で同じコンベンション劇場でスピッツなんですよ。おもうね、その世代の人たちはもうチケット取るのも大変だけど、取れたとしてもまたこの年末のお金出るのが大変、でも思い出すごいいいのが作れますんでね、これは、はい、いきますね、いきますよ。もうその他も公演詳細いろいろ PM エージェンシーホームページにいっぱい載ってますので、はい、ぜひぜひ足運んでみてください。以上 PM エージェンシーイベント情報でした。一人土成のロックオンミュージック。毎回ゲストを招いて音楽についてお話を伺っちゃおうという音楽情報番組、一人土成のロックオンミュージック、はい、エンディングですけれども、はい、先日行われたワンマンライブから、はい、ちょっとね音源をちょっと引っ張ってきて、うん、今日は流しておりますけれども、 G ケンさん、はい、僕あの今日会うまでちょっとやっぱ怖い人かなと思ってたんですよ、うん、そうですね、あの、まあ、名古屋でハードコアをやってたっていう、はい、もちろんねそういう、はい、ね、前情報もあったので、全然でしたね。だいぶ可愛かったですね。可愛らしい人でしたね。お茶目な人でしたね、はい、7月30日から8月21日まで、はい、那覇のケルアックというお店で、うん、展示会やっておりますので、
で、Gケンさんの写真集の販売もそうなんですけれども、その写真展で飾ってる写真とかも全部なんか販売するみたい で、なんか小物とかも販売するね、メキシコの小物とか、あとケルアックが、はい、とコラボした T シャツとか、うん、あと旅を楽しむコーディネートということで展示してる服とかもね、はい、全部販売するそうなので、もちろんトリガーブックスのこの旅をテーマにした本350選もこれも全部販売するということで、はい、はい、もう皆さんいっぱいお金握りしめて気に入ったものはバンバン買って、はい、ね、ぜひぜひ。あとこのやっぱり写真に触れる、芸術に触れるっていうのはなんか自分のと向き合うみたいなところもあるから、はい、それはすごくいいことです。芸術の本質というかね、うん、まあ、その人間が生きてるぞみたいな、自分は生きてるぞみたいな感じになると思いますので、うん、ぜひ足を運んでみてください。はい、はい、あの来週は第1週目なんですけども、はい、空間日和のロックオンミュージックお届けします、うん、はい、というのもあの8月6日7日でゴールデンサーキットっていうね、ゴールデンサーキット、あの那覇市のアウトプットとで G シェルターと共催してるね、はい、イベントが行われるということで、それの、まあ、特別番組を空間日和が仕切ってやるってことで、はい、ですので、はい、ぜひぜひお楽しみください。ください、はい、ゴールデンサーキット、はい、徐々に今フライヤー持っておりますけど、はい、なかなかフライヤーもですね、結構目引きますよね。そう、県外からもいろんなユニットが出て、うん、でさっきね、あの、はい、ハイナ君のコーナーでも、はい、このゴールデンサーキットの見どころというかね、4つのポイント言ってましたけれども、うん、ぜひぜひこちらもチケット各バンドもしくはライブハウスで販売中ですのでね、よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんからのメッセージいっぱい待ってます。メールアドレスは、797@fmginowa.com までお待ちしております。懸命に一人土なり宛てと書いて、ぜひぜひたくさんのメールをお待ちしてますよ。はい、はい、ところであの今後ろでかかってる、はい、曲、この前のワンマンライブの音源でしたけれども、はい、どうでしたか、ジョジョさんはワンマンライブ。あのですね、うん、やっぱワンマンライブに臨むにあたっては結構このガツッとリハもね、練習いっぱい、それに向けて1ヶ月ぐらいしっかりね、うん、時間もあったので、1ヶ月以上、はい、そこ1ヶ月以上やってたから、ね、やってたと思うんですけど、やっぱり重ねていくとどん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 、やっぱりやればやるほど、あらじゃないですけど、ここ気になる部分いろいろと出てくるもんなんですけれども、うん、まあ、そこをどんどん本番に向けて、ね、やっていった結果、うん、超最高なライブになりました、ね、なんか面白かったよねはい、一人土なりが今までやった歴代のライブの中でも、あんなにみんなが笑ってるライブってなかなかないんじゃないかなっていうぐらい確かにみんな笑ってたし、うん、ね、うちらも笑ってたし、なんかリラックスしてできたね、うん、いい、はい、いい箱ですね、やっぱバークラゲってすごい面白い箱だなと思いますね。なんか個人的な感想としては、うん、いや今までももちろん まとめてどんどんライブしてきたんですけど、うん、やっと一つにみんなまとまったなと、このサポートメンバーみんなと、はい、含め一人つなりバンドがいう印象を受けました。まあ、やっとっていう言い方もちょっと語弊があるかもしれない。でもなんかね、やっぱり みんなサポートメンバーで、寄せ集めっちゃ寄せ集めですからね、はい、一つのバンドとの違いはやっぱり、なんかリハを重ねてこの一つの目標に向かってやっていく中で、すごく今回は、うん、熱い関係になりましたね。なりました ね楽しかったですね。でちょっと寂しかったんだよね、うん、俺やっぱりこの土曜日ライブ終わって朝5時にジョジョと帰ったでしょ、はい、ジョジョ送ってでお家帰って、はい、日曜日月曜日はちょっとなんか体から抜けてるなみたいな、ワンマンロスですね。ちょっとね、そんなそんなでしたね。はい、はい、じゃあ今日のエンディング曲はその日にアンコールでやった曲、お酒を飲みましょうという曲を聴いてください、はい、じゃあ最後の曲です。一人土なりでお酒を飲みましょう、ライブバージョンです。Oh,
お届けしている曲は一人土なりでお酒を飲みましょうライブバージョンでした。この番組は PM エージェンシースタジオ G の協力でお送りいたしました。8月20日はツーマンライブが控えております。どうぞよろしく。